サムネ、サムネとかが面白いのがあればめっちゃいいですけどね。うん、あ、次も。猫じ、体重あと15分で測らないとアウトらしいですよ。うん、誰が言ってます？え、聖子さんが。え、また？え、僕昨日測りました。昨日測これ測ってないのかな。あ、ちょっと猫じ、またうちの会社、罰金が、うちの会社2日間体重測らなかったら、はい、もう罰金制度なんですよ。いや、もうそれは、うん。それはね、それも間に合わないですね。間に合わないですね。残念ながら。はい。はい、こうちょっと貯金を。ちょ崩して罰金を払ってください。はいはいはい、払います、払います。あの、でも、ダイエットしなきゃいけないとかじゃないよ。そうなんですよ。乗ればいいから。うん、乗ればいいから。忘れちゃってましたね。ちょっと罰金確定だけいただいていいですか。猫おじ罰金確定何なんすかこれ。いや、わかんないです。いや、でもそれ、これね。シニアの選手、これやっちゃうんすよ。エフェクトあるとめっちゃ嬉しいっすよ。僕もなんか、ね、はい、あ、エフェクト乗るんだと思った。言い甲斐があって。言い甲斐があって、ね。すごいなんか嬉しかったっ。気合入ります、うん、お金、はい、今、1000円失うこと確定したんすけど嬉しかったっすね。いくらって1000円失いますこれ1000円失う。1000円ずつ失っていく。1000円失っていく、はい。今日もご視聴ありがとうございました。よければ、他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。